2021年10月、参院補選の応援演説で、元御殿場市長の自民候補を念頭に、あちらはコシヒカリしかない、飯だけ食って農業だと思っていると発言、地域差別だと猛批判が上がったが、誤解であると釈明謝罪せず、その後、現御殿場市長に謝罪撤回。この発言を受け、県議会は辞職勧告決議案を可決、知事は辞職を否定するも、給与や期末手当含む440万円を返上すると発言。しかし、2023年7月にこの返上予定だった440万円が返上されていなかったことが発覚。返上に必要な条例改正をしてなかったことが判明し、批判が再燃。県政史上50年ぶりに県議会に知事不信任決議案が提出されるも、一票差で否決された。この際、川勝知事は、今度間違えるようなことをして人様に迷惑をかけたときは辞職すると述べた。